ウィキペディアデンマーク語版ウィキペディアデンマーク語版ウィキペディアは2002年2月1日に始まったデンマーク語のウィキペディアである2018年3月2日時点で約23万5千本の記事が存在するデンマーク語はスウェーデン語やノルウェー語と相互理解度が高いので管理者はウィキメディアのメタウィキサイトを通じて協力しているフェアユースなしデンマーク語版ウィキペディアでは フェアユースの規定を定めていない。ウィキメディアロゴを除くすべての画像はフリーライセンスで入手できなければならない。著作権法デンマークの法律によって著作権を免除される文章、第三者から提供可能な画像は英語版やドイツ語版のウィキペディアと比べて非常に少ない。提供元の国の著作権法で著作権の対象とならない画像は許容される。 デンマーク政府による文章は法律文等を除いて著作権法で保護の対象となる。コモンズデンマーク語版ウィキペディアにアップロードされるファイルは1週間以内に記事に使われなければ削除される。コモンズへのアップロードが強く推奨されている。記事の評価デンマーク語版ウィキペディアには英語版ウィキペディアのフィーチャードアーティクルズや AA グレードに相当する記事のランク付けはない。最上位のグレードは、英語版のグッドアーティクルズに相当するアンビフォリード、アーティカラーである。このレベルに達した記事として認められるには、まずラベンドアーティカラーに選ばれた後、ウィキペディア、周逸な記事の選考と似た過程を経る必要がある。スタブクラス、スタートクラス、B クラスに相当するカテゴリーも存在する。アンビフォリードアーティカラーには、 英語版ウィキペディアで良質な記事に使われるアイコンが付けられ、ラベンドアーティカラーには同じ模様の青いアイコンが付けられる。プロジェクトとポータルウィキプロジェクトとウィキポータルは導入されている。例えば歴史ポータルやデンマークの教会のフリー画像を作ることを目的としたシュート、エイチャーチプロジェクト等がある。がタスクフォース2007年に全ての記事を AA レベルに引き上げることを目的とした AA タスクフォースが始められた。英語版、Wikipedia のフィーチャードトピックスと似たアイデアであるが、記事の質は英語版と比べると低い。今週の記事ユ g e n c アーティケルに選ばれた記事が1週間の間トップページに掲載される。この記事は投票によって決められ、1週間の間にさらに改良されることが強く期待される。 2018年3月現在、デンマーク語版ウィキペディアの記事数は、ゲルマン語派で書かれた記事のうち、約1.59%を占めている。これは、右のグラフの通り、同じ語派の中では6番目、北ゲルマン語群の中では3番目。ウィキメディアデンマークは、特に、デンマーク語、フェロー語、グリーンランド語のウィキメディアプロジェクトをサポートすることを目的とした。 会員制の組織である。ウィキメディア財団の国内支部となることを目標としている。2009年3月14日にコッペンハーゲンのユニテリソック科学ンフンドでミーティングを開催し、2009年7月3日にウィキメディア財団から承認された。現在の議長はオーレ・アンデルセンである。ありがとうございます。